さすが、やはり今の信長殿は鋭いですね。もう気づかれてしまいましたか。お前がわざわざ光秀の名前を出して、気づかせたんじゃねえか。俺が引っかかっていた、あの本当の理由にだ。小十郎が秀吉殿の誘いに乗らなかった、本当の理由ですね。そうだ。お前はそれを、あえて言わなかった。はい。はじめにそれを聞かれたとき、俺は本当のことを言いませんでした。すみません。しかし、そこに不自然さを感じていた信長殿ならば、遅かれ早かれ気づかれるだろうとも思いました。ただ、まさか明智光秀殿の名を出しただけで気づかれてしまうとは驚きです。どうせ本当のことを話すつもりだったくせに、俺を試しやがったのか。隠しても無駄なようですね。その通りです。小賢しい。が、やはり演技はうまいな。俺は役者ですからね。そうだな。そして小十郎は脚本家、兼プロデューサーでしょうかね。片倉小十郎の脚本では、小賢しいだけの若造を演じていた伊達政宗が、どこかで天下をひっくり返すはずだったのか。光秀のようにな。はい、その機会を伺っていました。だから小十郎が秀吉殿に使えるはずがないのです。いつどこでどうやるかまで、あの時に脚本ができていたわけではありませんがね。なるほど。役者と脚本か、パフォーマーとプロデューサーか。お前たちが絶妙な組み合わせだったのはそういうことか。そうです。もっと若い頃の秀吉殿とであれば、小十郎といい組み合わせだったかもしれませんね。秀吉も役者だったからな。だが次第に、脚本家に従わなくなってしまった。それはおそらく、怖いからだったのだと思います。怖いか。それは優秀な脚本家が、ということか？そうです。優秀な脚本家がついていると、役者は非常に楽です。脚本に従ってさえいればいいのですからね。そうなると次第に、考えるのをやめてしまうようになります。役者が考えるのをやめたら、脚本家はやりたい放題か。そうなります。そして脚本家が、ハッピーエンドを書くとは限りません。演劇の途中で、意向を変えることもあり得ます。脚本家が優秀であればあるほど、役者は崖に向かって歩かされていても、わからないか。それは怖いだろうな。黒田官兵衛は、優秀すぎる脚本家でした。そうだな。しかし優秀な脚本家が、必ず役者を崖から突き落とすわけではないぞ。むしろそんなことは滅多にないのだから。優秀な家臣を怖がってばかりいては、天下など治められん。確かに、光秀は俺を殺しはしたが、俺たちは役者と脚本家という関係ではなかった。はい。ですから黒田官兵衛も、秀吉殿を裏切る気などなかったと思います。でも、怖いと、一度でも頭をよぎってしまうと。それを、どうしても完全には拭えないものなのです。だから秀吉殿は、黒田官兵衛に力を持たせないようにしていたのだと思います。わかった。ではお前は、片倉小十郎が怖くなかったのか？俺は怖くありませんでした。どうしてだ？まずは年齢です。小十郎は俺より10歳も上です。もし、家臣が主を操った挙句に裏切り、それに取って代わろうとするのであれば、主の判断力が鈍ってくる晩年が最もいいでしょう。しかし、年上の小十郎にはそれができません。逆に俺が、大した力もつけていない小僧の頃では、奪うものも小さすぎて意味がありません。そうだな。参謀が年上の方が、いい組み合わせになることが多いからな。そして、片倉家は武家ではないことも関係しています。俺を追い落としても、武家の生まれですらない小十郎は、他の大名や朝廷から、天下人と認めてもらえません。まあ、それを言えば秀吉殿も武家の生まれではないのでしょうが、あの方は天性のパフォーマーですから、実にうまく無理を通してしまいました。しかし小十郎は、そこまでやれるタイプではありません。
だから俺を舞台に立たせておいて、陰で実権を握っていた方が都合がいいのです。お前は実権を握られてもいいのか？いいのですよ。信長殿が言われたではありませんか。伊達政宗は、塩にかけるつまらん男だと。実はその通りなのです。俺には、塩も理想もありませんでした。そういうものは小十郎に任せて、独眼竜政宗を演じていただけです。ああそうか。あの、独眼竜というのも小十郎プロデュースか。はい。ウィークポイントである石眼を、あえて前面に出した独眼竜という異名に。黒い眼帯に黒い鎧、三日月の前立てで身を包んだ、颯爽たる若武者。あれのおかげで、俺の名は国中に知れ渡り、民衆や竹からも一定の支持を得て。伊達家は、豊臣徳川両政権下で、領地を守ることもできたのです。こけ落としも、それなりに通用したようです。見かけや演技力も、馬鹿にはできんものだ。お前は根っからの役者で、小十郎は根っからの脚本家なのだな。ただの主従ではなく、利害が完全に一致していたから、裏切る可能性は皆無だったのか。そうです。実際にあいつの脚本のおかげで、何度も危機を脱しました。お前たちの関係はよくわかった。確かにお前はうまく秀吉のご機嫌を取ったし、徳川家にとっては新参者なのにもかかわらず、普代の家臣らよりはるかにでかい領地を得た。それを小賢しいと思われるのも承知しています。その結果だけを見れば、どうしようもなく小賢しいな。だが片倉小十郎は、独眼竜政宗が天下を取るという脚本も、書いていたのではなかったのか。その通りです。小十郎の脚本には、大小様々なものがあり、さっきも言った通り、その中には俺が天下をひっくり返すというのもありました。伊達政宗なんかに天下を取れたはずがないなどと、後世で言われているのでしょうがね。そんなことは関係ない。前にも誰かに言ったことがあるが、俺が桶狭間で今川義元に勝ったのも偶然だ。あれで敗れていれば、織田信長なんて、今川軍に無謀に突っ込んで死んだ、大馬鹿野郎だと言われただろう。つまり偶然も必然も、誰にも見分けがつかないのが歴史だ。ただ、結果という答えを見ながら、ああだったはずだとか、こうではなかったはずだとかいうのは、誰にでもできる。確かにそうですね。そこまで言うのなら、わかりました。片倉小十郎が書いた中で、俺が一番気に入っていた。独眼竜政宗天下取りのシナリオを、お話しします。